中島と笹山のマッチアップ。高橋のミドル決めていきました。高橋スリーポイント決まりました。ワンターンでこれ落ちた。リバウンドはあ、ナイスブロックですね。10番高橋ナイスブロック。ショットクロックが10秒切っている。高橋コーナースリー。さあ10番の高橋がユーロステップで決めていきました。連続ポイント10番の高橋です。ブランドン・アシュリーとのマッチアップ。ジェームズ・ベル。さあ高橋光平のピックを使ってその高橋光平に渡します。スリーポイントが得意な選手決まった。ガッツポーズが出ました。村上のジャンパー。リバウンドはここは高橋光平がしっかりとフォローしました。ナイスプレーですね。取られたら取り返す西宮ですが、まだ優位なのは山形です。斜めの位置からスリーポイントを狙っていった。高橋決めています。ベルで、ウェルシュスリー、おお決めた。高橋のスリー。これアンゾンフ岡島、そこからさらにアタック。高橋のコーナースリー来た。これです、これです。この人のも斉藤が奪います。残り30秒切る。ここも高橋のシュート決めた。残り時間2分40秒切ります。柳川から高橋、エルボーからジャンパー決めていった。高橋そうですね、まあ、あの仕事をしながらということでかなり大変なところもあると思いますけども。うん、あ、うん、高橋のスリーポイント来た。ベル、スピードなんですよね。スイッチ、ナイスパスですね。そして再びキックアウトからコーナースリーだー、はい、高橋2本目。あ、かなり激しいディナイがありました、はい、白戸と長谷川のところです。そしてポップ、ポンプフェイク、そこからアタック、さらにインサイドの合わせ、高橋沈めた。完全にポジション取りしますからね。あ、得意のキックアウトからのスリーポイント、ね、はい、リバウンドはフィンケ、さらにコーナーに展開、高橋のスリーポイント、きた。高橋克実、ハイパクムール、高橋のディフェンスです。ブロックしましたね、はい、ボールをこぼしてしまった。奥田のアタック、ブロックショット高橋、鈴木から高橋光平、右のウィンから高橋のスリー。今日なかなか山形スリーが当たりませんでした。高橋、そして岡島、スリーポイントを狙ってきました。おー決めてきました高橋光平。